え？カメラ？なんで？匠の母なんですけど。え、ほんまっすか？はい。家になかったんで調べてきたんですけど。はいはいはい。ちょ、会いたいんですけど。いや、いないっすよ。え、いるでしょ。いや、いないっす。いやいや、いるでしょ、いるでしょ。いや、今日撮影じゃないんで、僕ら。え、でもいつも一緒にいるでしょ。まあ、いるでしょ、今日いないんで。いや、いると思って来てるから、会えないんだったら帰れないです。え？待たせてもらっていいですか、じゃあ。いや、呼んでもらって。来ないっすよ。え、でも電話とかできるでしょ。いや、電話はもう LINE もブロックしたんで。え、しないでしょ、だって一緒にやってるんだから。確認して。え、まあ、います。あ、いるんで。そうでしょ。いる、いますよ。はい、ちょっと話あるんで出してもらいたいんですけど。わざわざこっちまで来てるから。いや、じゃあ、どうしよう。いや、もう寒いんで、こ、入ってもらっていいですか。はい、お邪魔します。いや、もうここでバチバチ言うのもあれ。お前の親来た。お前の親来たって。匠いるんでしょ。ほら、お前行って。お前行って。めんどくさい俺ら。めんどいから。お前や。お前の親。いや、だから最初いらおら言ったけど、もう帰らん言うから。うん、じゃあもう一旦ここ入る。いいですか。久しぶりだ。いや、お前、ドッキリ。いや、ドッキリ。てか、実際来てないから。連絡してるじゃん、あった。ずっと。いや、返してへんけど。いや、あ、まあ、一旦ここ来てもらって。はい。動画、カメラ、うん。ほら、撮っても、動画撮っててもいいですか？え、動画とか、動画とかじゃないんですけど、普通に家族の話してる。まあ、一応、はい。すいません。え、顔とかあんま撮らないでもらって。あ、はい。あ、モザイクかけます。はい、すいません。いや、なんで連絡しないの？いや、まあ、そう、いや、もう、そっと、まあ、まあ、すいません。一回、一回落ち着いて。もう親子の話やから。うん。え、僕は関係ないですよね。いや、関係ないってないけど。うん。いや、話によってはあるかもしれないし。うん。ちょっと、何しよう。何してんのじゃないよ。座れ、一回、一回。何してんのじゃないよ。座れ一回落ち着いて。なんでお前が聞いてんのよ。パパに何言うてんねん。お前パパちゃうよ。先生、本当に。ボケかけてないから。今、ガチ、お前。結構ガチっす。ほんまに何しに来たの？兵庫から来たってこと？そう。だから今日帰れないから。一回まあ落ち着いてください。はい。いや、オレンジじゃないよ、ここ。じゃあ俺の家なんで。じゃあ家行けばいい。いや、無理無理無理。ほんまに無理。なんで無理？ほんまに無理。無理無理。なん、は？え、じゃあ一緒に帰る。いや、連絡しろよ、お前じゃあ。だから連絡してるって。ずっとしてんじゃん。いや、意味がわからん、お前。なんでお前出たん？ほんまに。いや、知らんよ。普通にいつも通り出たら。えぐい、普通に。なんか、いや、普通にえぐい。無理無理無理。俺無理やわ。なんで、なんでこれ回さんでいいやん。ね、一応。一応。何やろ。一応、私も一応がちょっとよくわからないんだけど。ほんまにわからないんだから。まさに。でも、お前の親が来たって。いや、問題はこっちやん。うん。お前、なんで。な、モザイクかける。いや、なん、出すきゃん。いや、じゃあわかんない。場合によって、場合によっては、なんか危ないかも。なん、え、何しに来たの？え、待って、お母さん、お母さんでもなんかしようとしてるの？いや、してない、してない。俺はほんま、すいません。え、ビッグマムさんはなんで、お前さん。マジでやばい。え、ガチ、それは。はい、大丈夫です、大丈夫です。すいません。なんか、美人キャラいるんですけど。間違えた。はい。たくみマムはなんで来たんですか？連絡がつかないから、はいはいはい。で、変なことばっかやってるし、YouTube で最近。めっちゃ炎上してるじゃん。もうこいつが悪い。いや、もう見えなかったらいいやん、じゃ別に見んなよ。だって、見る必要ない。じゃあ、いろんな人から来るの？これ、たくみくんじゃないのって。まあもう一旦一回落ち着いて座ってください、ね、すいませんお邪魔します。すいません、はい、どうぞ。どこでもいいんで。え、意味がわからない。何しに来た。いや、だってさ、これさ、絶対たくみくんだよねって言われてさ、いや違いますって言えないじゃん、あと本名じゃあ、おかんがここに来て何か言ったところで別に変わらへんやん。いや、そういうことじゃないじゃん。変わる変わらないじゃないじゃん。だってもういくつ。いや、もう25や、おことし。どうするの、仕事もせんと。いや、わかるやん、別に。え、こいつやで、だって全部やっやらさ、言う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 。いや、ほんまにほんまに。え、だからそれはいいよ、知らない。この子は知らない。だってこの子はこの子の親がどうするか知らないの。うん、俺親おらんしの。親と縁切ってんの。いや、それ知らない、関係ないじゃん。いや、もうえぐい。うちの問題です。何これ、これ何ほんまに。知らんよ。何しろお前。いや、お前が読んだな。急に来たんよ。お前読んだよ。いや、俺だって連絡先知らんもん。いや、お前これはやりすぎ、普通に。え、連絡先知らないっすよね。めんどくさい。だって、あ、僕の電話番号、俺の電話番号ぐらいやから。いや、そんなの DM やら何でもいいけど。お前読んだやん、もう。読んでない読んでない。これ、これねえ、来て困るようなことしてんの自分じゃん。ちょ、喋るな。うわ、だから別に俺はそういうのはいいんやけど、これだけはほんまによくない。お茶の、それは勝手に飲んでくれ。知らんけど、もうなんかもう、いや、こういうのだけは家族系はやめようって言ったやん。
ガチ。いや、俺マジで呼んでないで。いや、呼ばれてきたわけじゃないよ。いや、言ってるよ。ほんまに来てないじゃん、さっきから。いや、もう。え、何がそんな困るの？ガチで連絡する。何に困ってんの？困るようなことあんの？じゃあ。親が来て困るようなことある？会いたくないねん、別に。こっちだって親に顔合わせられへんねんって、普通に。え、合わせられないようなことしてる時間があるの？してるよ、あるよ、もちろんあるある。え、じゃあなんでそれをずっとするの？じゃあ。お前で。うん。なんでそんなことするの？まあ、いや、でも俺は、親の顔もあんねんか。あくまで、その、まあ、リーダーの指示に、こういうのやれよ、こういう企画取るよ、全部考えてるのはこいつや。いや、そういうことじゃないでしょ。でも、それで OK 出してやってるわけですよ。まあ、やってるのは俺やけどな。え、ほんま何するんですか？意味がわからん。どうしよう、これどうしたらいい、何これ。タバコ吸っていいですか？あ、はい、大丈夫です。やめろ、やめろ、やめろ。いいよ。ねえ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 、私だってすごい緊張してる今。なん緊張してるんだってさ。乗り込んできたやつ。いや、だってさ、なんかさ、そういう態度されたらそうじゃない。しかもなんか知らないけど動画撮られてるし。すいません、一応なんかあったら、あれなんで。ねえ、また言われるじゃん、ご近所にさ。じゃあ、こんかったよかったよ。何しに。いやいやいや、だからすごい言われるから、近所の人に、たくみくん、何やってんのみたいな。食べ物粗末にして、みたいな。そう、変なことで炎上するの、どうなのみたいなさ。全部やらされてます。いや、だからやらされてますって言うならやめればいいじゃん、今すぐ。え、でも俺の収入源はここなわけ。普通に働けばいいじゃん。もう帰ってくればいいじゃん。じゃあ、いや、もう帰るの。ちゃんと働き、うん、お前は何、なんでお前そっち側になる。いや、さすがにお母さんが言ってることは正しいやん。私間違ったこと言ってないよね。言ってないですね。はい、全て正しいです。言うてるやん。いや、言うてないわ。いや、これ、いや、お前どうしたい。何どうしたい。いや別に、なんすかね、どうしたいの。続けるよ、続けるよ、別に。だってあとどうするの。もう25歳だよ、どうするの、うん、これから30歳とかなった時どうするの。今後オセロで頑張ればいいよ。もう携帯いじんねん、お前。頑張ればいいじゃんって。じゃあさ、そんなにさ、だってすごいさ、あれなわけじゃないじゃん。ヒカキンみたいになれるわけじゃないじゃん。いや、わからへんやん、そんなれない。なれないでしょ、どう考えたって。変なことしかしてないんだから。エグいこいつ、マジでエグい。なんで連れてきたん、ほんまに。お前に知らんねんって。いや、知って初めて見たの、うん、顔。お前、はじめましてでよく人のおかんビッグマムとか言えたな。いや、間違えてる。それ何？え？あ、ビッグマムっていう、すごい、なんかあんねん、そういう。何？ビッグダディみたいなこと？まあ、ほぼ一緒。え、超失礼じゃん。めっちゃ失礼じゃん。だから、そういう失礼なことしかしてないから、こういうことになるんでしょ？いや、違います。あの、北川景子みたいな綺麗な方でいるんですよ。うん。いや、綺麗やなと思ったんで、ちょっと間違えた。適当すぎるじゃん。こいつ的にこういうやつやねんって。だからそういうやつと一緒にやってんの自分でしょ。そうやで。まあでも俺もやるって決めたからやってんの。もう最近やってへんや、別に。食べ物粗末とか最近。最近とか見てないもんだって。お母さん見てない。見ろよお前。なんで見なきゃいけないの、そんな変なの。息子の変なの見たくないでしょ。まあ確かにそうか。じゃあちゃんと連絡はしや。まあもうしばらく無視してたんじゃん。めっちゃ鬱陶しいぐらい電話とか LINE。だって全然帰ってこないしさ、何してるか分かんないしさ。ほっといてくれ、もうなんか別に。だからあんただって入院したんでしょ。したな、何回か。心配じゃないそんなの。なんで入院したって聞いたって全然返事返ってこないじゃん。もうそうやな、関係ないもん。こっちの関係なくないでしょ。もうだって25やで。もう一人立ちやん。25歳って立って。じゃああんたがなんか犯罪したらさ、お母さんとこ来るんだよ。その時はごめんって言うやん。ごめんで許されないでしょ。エグいわこいつ。もうほんまに家族みんな迷惑してくれよ、ほんまに。恥ずかしい、普通に恥ずかしい。俺恥ずかしいことしてんのそっち。いや、そうやけど恥ずかしい。もうおかんおるの家や、ほんまに。恥ずかしいことしてんのお前。いや、お前がやらせてんの。やらせてるってさ。じゃあ何、なんかそんなさ、なんかあんの。お金借りてんの。いや、借りてないけど。じゃあなんでそれやらされてるって。え、借りてるの。はい、借りてる。え、なんで人にお金借りるとか意味わかんないんだけど。もう帰ってくれ、頼むから。いや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 、今日は一緒に帰る。じゃあは無理やって。今だって女の子と一緒に住んでるし、無理やって。お前来るスペースない。だって幅スペース。え、じゃあお母さんだって、その彼女にも挨拶しないと。いやもういいわ、いい、せんでいい、せんでいい、ほんまにせんでいい。彼女なん、それは。彼女ではない。何なのじゃ。ひも。何ひもって、何してんの。全部払ってもらって。意味わかんないんだけど。じゃあなおさらお母さん挨拶しなきゃダメじゃん。いやもうほんまに帰ってくれ、頼む。分かった、ホテルで出す、ホテルで出す。さすがにそこはもう今日はちゃんとお前二人で話し合って。もう話すことないって。なんかないよ。一回二人で話し合ってきたらないです、うん、話すことなんて。あります、いっぱいあるやん。いやほんまにね、いやマジでね、もう一切ない。え、どう考えてんの。じゃあもう分かった、分かった、もうその辺のビジョン止まってくれ。予約してるから、取るから、うん、いやまあじゃあそこまで、うん、いや送らんよ、別に一人で行け。喋、ね、り喋ることないって別に。いやだからこういうのじゃなくて、ちゃんと二人で話そうって言ってんの。だってこいつは辞めさせたい。
俺はやめたくない。もうここでも終わりや。やめたくないとかじゃなくて、ね、ちゃんと考えたら考えてること教えてって言ってんの。どうすんのか、これから、将来。だから今後だからやるって普通にやっていくから。やるって言ったけど、ヒカキンみたいにやればいいんやろ。いや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 、女の子に生活見てもらうなんて恥ずかしくないの。ブンブンってやる。ブンブンってやるから。いや、意味わかんない。お前月曜やで、お前仕事やん、明日。休み。休んだ。休んなよ、もう。何してるほんまに。とりあえず送ってね、二人。喋りや、うん。いや、喋ることない。いや、もうマジ止まってくれ。どっかの美女法で。いや、だから明日の朝一の新幹線で帰ってくれ。いや、だから一緒にね。なんで俺も帰る。一回帰んないと、親戚の人とかに立って言わないと。いや、無理、絶対言わへん。うん、ほんまに無理よ、ほんまに無理。無理みんなの前で言ってちゃんと。じゃあ僕これちゃんとやりますって言ってくれないと。親戚にしばかれるわ。じゃあそう思ってるんだったらダメじゃん。いや思ってる、分かってるから帰りたくない。いや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 もういいや。いやもう結局拉致開かへんから。うん。ほんまにそう。ほんまに一旦外出てよ二人。うん。直樹んちなんですいません。あの話してからちゃんと。それはそうや。だってずっとここにおられてもうさすがに困るわ。お前やったなこれは。だ全部人に迷惑かけてるよあなたが。それは本当にそうです。はい。いや連絡しても帰ってこないからもう来るしかないでしょ。うん。他にどうすんの。ちゃんと連絡返せばいいじゃん。じゃあ今後返すから帰れ。いやいやいや。もうじゃあ で順か。一回じゃあ、うん、もう出るよ。もうだからはい行くね。しゃあない。ほんまにもうはいもうホテル行け。ホテル行けとかじゃなくてじゃあちゃんと話しに行きましょう。いやもうお前と話すことない。お母さんのことまずお前って言わないと。何これ何どうしたやつ。だからちゃんと二人で話し合ってないから。まあ別にまあいいわ、うん、もういいわ別にここにそれこれじゃなくてもあれか。すいません。はい。あ大丈夫です。すいません。ちゃんとえもうマジで意味わからん。今日撮影まだあるやろ。いやもう大丈夫し。もういいよ。でもしゃあない。今日は本気、うん、えマジで言ってる。いやあんたが悪いんだよ。お母さんのお茶もちゃんとやつ、うん、あごめんなさい。あはい。ちゃんと持って。で一旦意味が分からない。うん、意味が分からない。